FM 議論は沖の皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分になりました。ここからは沖縄ツーリズムラボのお時間となっております。研究員の伊藤とバッチリおめめの研究員佐藤です。よろしくお願いします。言ってやろうと思ってもう否定しない、はい。今日もここからですね、FM 沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾の天空スタジオからね、はい、生放送でお送りしてまいりますので、どうぞ皆さんこの後も FM 宜野湾でお付き合いください。ということで、よろしくお願いします。はい、いよいよ3月最後の生放送でございますね。あー、早い。早いね。本当だ、早いよ。3月最後だ。そうだよ。もうあっという間だったね。こんなって考えたらさ、あっという間な。早いですね、うん、やっぱ3月は猿。いや、失礼だろ。はい、犬かもしれんだろ。違う違うさ。ああ、猿ね。猿、はい、稲の方ね。稲行く猿。あ、そう猿方ね。そうね、本当にね、うん、あっという間だよな。早かった。ザトもな、大きな変化もあったしな。ん、お、そうだろ、うん、やっぱあっちゅう間だな。今の回は全部2文字ぐらいの。そう、最近小学生でもヌーヌーしないから。そうな、ね、ヌーって今時言うんですかね。そうね、だから最近言わないはずや。あんまり聞かないよな。聞かない。言うかな。やっぱやんちゃな子たちだけ言うんですかね、ヌーヌーって。ヌー、でもあの時なんであんなにヌーって言ったんだろうな、俺たち。分かんない。いや、うん、でも分からん。俺は尻だからあの、はい、尻だから、女性小学校だったわけよ、あの司令門の下よ。すぐ出た。で、やっぱ観光客とかも多かったからかな、ハマってたのが、うん、ワッチャネームとユーファイトミーみたいな。オールバーみたいな。オールバーは俺オールバーだから英語と思ってたよ。オールバーは違う。ユーファイトミーオールバーっていうワンセットの英語と思ってたから。オールバーは日本語じゃん。女性小学校みんな英語喋るじらしてから、ユーファイトミーオールバーとか言ってから全部英語と思ってた。新しいよな。半分ね。半分までは英語だから、一つのワンセットで覚えてたから、大人になって死に恥じみたいな。言ったんですか、大人になって。いや、大人になって思い起こした時に You Fight Me All Bar っていうこのリズムで覚えてたから。そう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 。なるほどね。恐ろしいよな。めっちゃウケる。やっぱこれ純粋の無垢っていいよね。ね、悪気だって言ってるからね。そう、それが大人になったら無知の知になってくるから、恐ろしいことでもあるんだけどね。うん、いやいやいや、本当にね、まさか3月は猿のお話からや。すごいですね、広がるや、本当に。っていうかさ、今日俺めっちゃ成長した。どうしました？今日朝、昨日、まあ最近、ここ最近なんかやろうと、クリエイティブなことはね、うん、したいなと思ってて、まあ前々からちょっと、まあ商材動画というか、自社紹介動画ではないけど、そこまではいかないんだけど、あ、そういったのちょっと作ってみたいなと思ってて、うん、今日朝の5時に起きて、よし、やるぞと、今日だみたいなの決めてたから、明日起きたらやろうって決めてたから、はい、起きたわけよ、5時に。早い。目覚めたわけよ、なんか、パッて。うん、でも、朝起きたらやろうって決めてたから、5時から、とりあえず、ゼロから勉強して、3分ぐらいの動画かな、作った、はい、見せたでしょ。見せた。あ、見た。俺、YouTuber なれると思う。あれはだから、YouTuber じゃなくて、動画制作者。うん、動画クリエイター？うんうん、でもよかったんじゃん。よかったよかった、めっちゃすごかったですね、うん、11時半までだから6時間かけてゼロからうーん、あのデータも全部こう作りのから、はいはいはい、こう動画編集から文字入れからで自分撮りまで、自分撮り、ね、自分撮り、そう、目がトロホントしてる。そう、めっちゃ伊藤さん眠いでしょこれっていう。そう、ありましたね。そう、でもあれを6時間であそこまでいけたらよくない、うん、いや、めっちゃすごいと思う。絶対俺後でキャンシーに見せてみよう。習得が早い。早かったでしょ。早い早い。俺やればできる子だわ、マジ。うんうんうん。な、あとは、うん、俺がもうちょっと色白かったらや、あと目がもうちょいパッチリしてたらよかった。そうだから、うん、もうちょっと時間経ってからが。ちょっとでもあれ、まあまあ 10時とかぐらいにあの日の光見たでしょ。確かに自然光が綺麗に当たってる。めっちゃいい時間帯でした。そうで、もうそうずっとパソコンばっかりにらめっこしてたからかな。いや、多分5時に起きたからじゃないです。それか。それか。いいぐらいに眠い時じゃないです。確かにね、あのめっちゃ逆光。そう。そうそうそう、だからなんかあれで、そうなんか撮れればいいなと思って、うん、で、まあ、あれをあと3分広げて、うん、まあ、6分ぐらいにしたら使い勝手のいいやつに行くのかなみたいなのがあって、はいはい、あ、そうだ、じゃあコメントに入れてもらおうか。
キャン氏にコメントに入れてもらおうか。そしたら見やすいっていうね。確かに。だろうだろう、そうそう。確かに。そうそうそう。いやいや、でも。伝言。そう。今日1曲目どうせ宮沢とから行くから。あ、そうなんですか。そうだよ。今日私が1曲目。そう。あら、なんと。そうだよ。3月締めだからな。レディーファースト。あ、ここで。3月の頭じゃなくて、そう、ここでレディーファーストを使うっていうね。ここ、あ、うん、最近なんか成長した？成長？3月。いや、私ですか？お前成長してん。ナマコ触れるようになった。はっ、ピエール。ピエールはウミガメ。あ、ピエールはウミガメか。ナマコは名前ついてない。ナマコは名前ないです。あ、今日、今日アテンドしてきたんだよな。そうそうそう、ね、今日ちょっと下見のアテンドで入って、うん、ナマコをツンツンしてきて、人でもツンツンしてきて。で、ピエールの鼻息を嗅いで。ピエールはやばいな。ウミガメの鼻息を嗅ぐってどうなったの？違うんですよ。なんか水槽があって、うん、このピエール、そっちゅうそっちゅう、うん、あの、なんていうんですか、顔出すんですよ、水の中から。まあ呼吸しにね。でも私たちのイメージって、ウミガメの呼吸って30分とか10分に1回とかのペースじゃないですか。まあ、どうなんだろう、イメージ。じゃあイメージ、ウミガメってそんな上に上がってこないでしょ、海で。あんま見たことないから。じゃあだけど、だってこのピエール、リュウタン池のミドリガメはしょっちゅうなんか。あいつはダメ。違う、ちゃんと青ウミガメっていうウミガメなんですよ。そうそうそう、そうそうそう、ピエールね。そうで、こいつ、このピエールっていう名前なんですけど、うん、そっちゅう、うん、こうなんて餌が欲しいから、あ、アピールがすごいんですよ。煮干しかセロリだろ。煮干し、煮干し、レタス一玉食べるって。そうそうなのよ。手をこうバタバタさして、めっちゃアピールして水かけてくるんですよ、うん、あ、ピエールは中外中中のやつがピエール。ん、前は外にもいたわけ。外にいないです、もう一匹。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあもう1万年、え、鶴は1000年だから、もう1000年経ったのか。違う違う違う。あ、じゃあ亀100年。じゃあ80から90年生きるってだろ、うん、だからもうリミットが来たのかな。外は。いや、前なんか外もいた気がしたんだけどね。いや、意外と あそこにさ、うん、ああいうサンゴとか、うん、ナマコとかヒトデとかいるって思わないよな。思わないな。まあ一応研究が目的っていうのも一つあって、はいはい、今は実証実験で屋根をつけてるって言ってたんですけど、うんうん、前は自然光で育ててるって言ってて。なるほどね。そうそうそう。まああそこは意外とな、穴場だよな。まあ、多分普段行ったら多分見れないんだろうな、ね、そう。まあ、もしああいうところかな、近場で見れたら一番いいけどね、うん、めっちゃ穴場ですね。美ら海まで行かなくていいし、うん、美ら海と並べる、お前。やるね、大きく出ましたね。だってさ、ナマコめっちゃ触れるし、うん、タッチプールも3つあって。あ、そうだね。ウミガメもあんな近く同じ目線高さで見れるんですよ。ただ思った、でもあそこ意外とライティング綺麗よな。そう、 LED がさ、めっちゃしっかりしてるから。そう、ライティングが綺麗で、めっちゃすごいですよ。なんかムーディーになるような、そう、あそこの空気な。でサンゴがこのライトのおかげでめっちゃ綺麗なんですよ。そうそうそう、わかるわかる。そうなの、そうなの、思った。ぜひ行ってほしい。じゃあそれはまた追って4月になってからちゃんと紹介しよう。あ、そうですね、はい、ちょっと年度明けてからね。はい、そうしましょうか。年度って言っちゃった。じゃあそんなザトから1曲目。はい、マンウィザーミッションでフライアゲン。なんだこの手は。じゃあこうやってやるか。知らん。めっちゃここのライトで見えなかった。あ、そうですね。なんて書いてあるの。あ、一応曲 OK ですということで。あ、どっちですか。はい、バインドユアステップです。あ、マイク、あ、よかったね。こんばんは。お、万年、万年でしたか。スルーは千年。カメ100年。亀万年。あ、鶴は100年、亀万年。違うよ、鶴は千年、亀万年。え、そう、じゃあ長谷川さんが合ってる。え、違うの。じゃあ俺は音的に鶴は100年、あ、鶴が万年、亀100年の方がなんかなんか落ちがいいというか。全然わかる。わかりますね。鶴は千年、亀100年みたいな。え、なんか100年、桃栗8年、牡蠣100年。牡蠣100年。万年。え、桃栗100年、牡蠣8年。え、違うよ、桃栗3年、牡蠣8年。ああ、そこは桁が違う。そこは桁が違うのか。牡蠣8年です。やばい、これ絶対亀は万年、鶴は千年、亀万年。ありがとうございます。ありがとうございます。え、でも音よ、行ってみ。
鶴は千年亀万年と鶴は千年亀百年ほら気持ちいいの百じゃん。鶴は千年亀は百年。あ、ありがとうございました。伊藤さん、ザッちゃん、お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。あ、伊藤さん、こんばんは。ね、ナマコ、吹かなかった？あいつら出すような、白いの出すから、はい、そう、あ、でも、あれ今日出しましたね。そう、でも今日、そう、新情報が今更レディー扱いって笑われちゃった。ナマコって、私が習ったのは、はい、カットしたら、あいつら自分で細胞作って、はい、同じ個体ができるって習ったんですよ。そうです。だけど、はい、それを聞いたんですよ、今日、はい、プロに。そしたら、人間とか故意的に切っちゃったら死ぬらしくて、はい、だからずっと触ってこう、はい、刺激与えると自分で分裂して、自分で分かれてったら生きるらしいんですよ、はい、お、葵さん、こんばんは。マジで触り心地結構いいですよね、ナマコの触り心地。そうなの、はい、うん、でもキモいナマコがいて、はい、こう手に乗せたら手の指の形が残るな、低反発枕みたいな枕じゃない。びっくりして終わったと思った。ナマコがいて低反発、むくんでるだけだろそれ。ナマコって海で海なんだね。よく氷島で泳ぎながら潜って取って投げて遊んでました。しかも投げる。めっちゃかわいそう。投げて遊ぶってどういう遊びですか。あ、今日じゃあリスナーの皆さんいっぱいいるから聞いてみよう。どんな旅が好きですか聞きたいこと、リスナーさんに。じゃあ旅のスタイル、旅のスタイル聞いてみたいな、うん、2択。あと何分ぐらいですか。あとですね、これ長いです。1分です。あと1分。はい。あ、じゃあちょっと BGM にしながら、はい、じゃあテーマを発表してお願いします。じゃあいきますね、はい。ね、亀は万年だそうです。万年です。100年じゃなかった、ね、ありがとうございます。後半ね、行く前にザトからテーマ、後半のテーマ、うん、皆さんの旅のスタイルを教えてください。服着るか着ないか。違う。何違う。先にプランを作って工程通りに行くか、私はフリープランで行って基本気ままに過ごすタイプ。はい、ということでお待ちしてますね。はい、沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオからお送りしております沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしております。シアターパーティーって何？分かんない。キャンさん、シアターパーティーって何ですか？急になんか出てきた。青木さん、フリップラー。女の子と車中泊がしたいな。中をあえてカタカナで書くあたり、ね、竹豊の奥さんはナマコ好き。これナマコでいいんですかね。ウミネズミだと思います。ナマコ、ナマコ食用ですからね一応。ああ、そうですね、確かに高級食材だろ、ナマコ。あれ一回茹でないとダメなんでしたっけ。なんか一応調理法はあるとは思うんですけど。で食べれるナマコがあるでしょ絶対、はい。うち貝の仲間なので美味しいと思います。京都とか着物で回りたいですね。あ、いいね。あ、服装ね、計画は立てるがその場の成り行きに。はい、では CM 開きます。FM 宜野湾スタジオから生放送でお送りしております沖縄ツーリズムラボの後半戦ということなんですけれどもね、はい、ナマコ、竹豊さんの奥さん、ナマコ好きなんですよね。俺、竹豊さんの奥さんまでわからなかったから、馬じゃないんだな。何情報ですか？ね、ありがとうございます。ということでね。はい、今日もメッセージ届いていますので、ケンキンのザッツさんから。どっから行こうか。ここ西武宜野湾から行きます。ね、はい。じゃ、武蔵さん。あ、伊藤さん、ザットちゃん、ミキサーのキャンさん、生放送お疲れ様です。こんばんは、しょうゆですね。いつもありがとうございます。ということでね、ね、スクリームソン、ザットちゃんの前髪萌え。僕も髪切ったんですけど。気づく気づくかな。俺しかもヘッドスパまでやったんだし。なんだっけ、頭皮の汚れ落としてきたんでしたっけ。と思ってたのに違うみたいな、頭残りをほぐすんだろう。そうですよ、失敗したぜ。くそ、ヘッドスパまでやったの気づかれんかったか。、ね、はい、今日2人のリスナーの方、初めましてですかね。はい、初めまして。長谷川さん、
ナマコ？これナマコって漢字でウミネズミって初めて見ました。ナマコってもうカタカナだと思ってた。確かに。あ、じゃあ分からんよな。ウミブタがいるか？え、そっか。とかあるよな。あ、じゃあウミブタはフグ？カワブタがフグ？なんかあるよな。分かんない。分からんよな。海の生物の漢字。カメは万年です。ということでありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、そして葵さん。はじめまして、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ね。今日もね、いろいろとあるんですけども。お、早速、テーマ、来てますよ。お、旅のプラン。シュプリームさん。はい。女の子と車中泊がしたいな。はい、いってらっしゃい。俺もじゃないんですか。俺なんかそういうのじゃない場合な。おう。そうそう。俺、あの、ちゃんとホテルで、あの、どっちかというとカップルで行ったとしても、うん、各部屋で寝たい。ワンアップでいいから、なんかじゃあ3泊4日とかで行ったら、なるべく2日ぐらいはこう、俺302ね、みたいな。ウケる。がいいかな。しかも部屋が別なんですか。ベッドが別じゃなくて。あ、じゃあね、じゃあ。そう。そう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 。そっち派。ウケる。はい、そうなんですよね。葵さん、フリープランです。はい、おなるほど、一緒ですね。でも京都とかは着物で歩き回りたいですね。確かにね、やってみたいよね。やってみたい。多分さ、着物で歩ける街並みとそうじゃない街並みってきっとあると思ってて、うん、うんうんうん、俺民謡やってたから結構着物着るじゃない。はい、熱いやつさ、以上意外と、帯のところがよ。あ、確かに成人式で、あと、そうそうそう、足がかかる、あんまり上げれないさね、うん、ってのもあるし、やっぱ沖縄はなかなかいい雰囲気のあればいいけど、うんうんうん、ね、どうなんだろうなと思う。でもやってみたいね。やってみたい。はい、長谷川さん。計画は立てるが、その場の成り行きに任せる。はい、こっち派。はい、こっち派だよね。こっち来ました。そう、計画は立てるけど成り行きだよな。そうなんですよね。計画、まあ、何食べたいかぐらい。あ、確かに計画。俺はそれもないかな。どこ行くまで決めて、うん、でどこ行きたいまでは溜め込んで、うん、例えば、徳島の桂橋行こうって言って徳島行って走りながら、はいはいはい、でもなんか気分が変わってここの先行ってみたくね、だったらそれもあり、うん、それもあり。あ、全然あり。それありでしょ。めっちゃあり。で、別にそこでスタバがあってもスタバでもいい。スタバ、うん、でも私全然旅行先でスタバ行かない。あ、じゃあ別に、だってなめんなよ地方。ん、地方なめんなよ。何が。スタバが必ずあるとは分からないけど、だから、喫茶店もあるか分からないとこもいっぱいあるんだからね。確かに。俺結構びっくりしたからね、長野県の渚町とか行った時に、うん、結構仕事までの時間3時間ぐらい空いてて、はいはいはい、空くっても分かってたわけ、うん。でもそれじゃないと仕事の時間に間に合わないから、着いたんだけど、うん、まあいっか、駅前の喫茶店とかでゆっくりしようと思ったら、ない。そこには何もない。びっくりしましたね。はい。だからね、地方は舐めちゃあかんと思いましたね。確かに。ある程度のリサーチは必要かなと思ったね。うーん、そうそうそう。でも確かにあるよね、夫婦で旅行しても風俗に行ってしまうのは私です。いい。いいんじゃないですか、それはそれで別にね。ありはありですよね、うん、だってその土地ならではなんでしょうね。ね、うん、確かに、まあ、新しい楽しみ方の一つですよね。そう、奥さんももしかしたら行ってるかもしれないしな、うん、しかも現地に一番溶け込めそう。ああ、確かに3密だな。まあ3密だけどいいんじゃないですな。旅は一人旅か複数かでも違うしね。ああ、一人やってみたら、まあでも俺ほぼ一人か、まあ、出張大半は大変出張旅だからな。ビジネスでトラベルだから、確かにそうだね。いいかもね。でも一人旅、ガチな一人旅って、うん、俺空港に着いた時点から気取りそう。何しよう、うん、あ、でもやってたもんな、福岡行ってる時は一人で一番最初に来たバス乗ろうみたいな。はいはいはい。でそれで行けるとこまで行こうとか。テレビ番組みたい。そう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 、なんか行き飽きてもとか、あと床屋行くは福岡とかね、うんうん、やってましたね。うーん、自由にインラインスケートでシティランに憧れますってのは多分キャンだよね。そう、読む、なんか読む前にも分かったわ。今ちょっと上見てやっぱなみたいな、ちょっとだよねみたいな。砂場あってもスタバはないかもよ。お、葵さん、福岡。福岡いいっすよね。僕ね、飯塚市ってとこに行ったんですよね。行ったんすよ、そのバスで。行ったこと、多分知らん。焼山バイパスを登ってね。知らん。涅槃像を見た後に、飯塚市ってとこあるわけよ。田川の手前ぐらいかな。はい。めっちゃなんか何もなくて、でも、あっちのね、なんかな、もつ屋さんとか焼き鳥屋さん行ったら、うん、まあまあと友達になってよ。そのまあまあがまたよ、ダーツのプロらしいわけよ。すげえ。どうだやろうってやって、買ってからどうしようみたいな。ウケる、プロ。たまたまよ、買ってしまって、そういったのもあったね。私福岡北九行ったよ。ああ、いい。レンタカーで。
はいはいはい、いいね。焼きカレー、焼きカレーはもうちょい先だ、うん、焼きカレーは文字工だから、もっと文字だからな、うん、俺上行ったことないな、あんまりそこら辺は。うーん、柳川行きたい、5月に。はい、行きたい。な、今度ちょっと行きたい、柳川。柳川で富士、あ、柳川のあの船と5月ぐらいに福岡、うん、富士棚が綺麗で、あー、あの富士の花はちょっと見てみたいなと思う。俺たちは、あ、でも4月10日キャンピングカー行くからよ。そうなんですよ、沖縄でキャンピングカー旅をやるんだよな。やりますので、そう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 、ぜひ。あの目いっぱい時間無駄遣いしような。そう、一番贅沢よ、時間の無駄遣い、うん、ね、なかなかできないもんな、時間無駄遣いするってな。できない、結局なんやかんやでいろんなやらないといけないこと入ってくるから ね。だからちょっとあのぜひリスナーの皆さんからもキャンピングカーで、うん、もう俺たちそこのエリアに入ったらもうそっから出ないさ、出ないって決めたさ、まあ、基本、はい、基本、うん、万が一じゃない限りだな、うんうんうん、だからそこでやるのは今やろうとしてることが、一つがジグソーパズル、はい、でもう一つがナンプレ、違う、クロスワード、クロスワードで、もう一つがえジェンガ、ジェンガ、ジェンガ、そう、この3つはとりあえずやろうぜと。そうですね、他になんかこういうのもやってみてとか、うん、時間の無駄遣いにこういうことやってみてみたいなものを募集してみようぜ。あ、ね、あ、あとあれ、マーブリングアート、やるのそれ。あ、あ、あんな、じゃあやる、じゃあやる、じゃあやる、もちろん、はい、でパソコンはさ、温めたろ、基本。そう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 、デバイス禁止な、はい、じゃあそういう旅をやるので、まあ、そこでぜひなんか面白いゲームとか ね、黒ひげ危機一髪とかでもいいな、ね、ワニワニパックンとか。ワニワニパックンはちょっと俺恐怖症だからおばあがよ、ワニ触るなって言われたよ、ピエール、テキーラが入ってくる、そう、ピエール触るなって言われたからなちょっと来週にでも聞きたいですね。はい、ということで、じゃあ後半戦2曲目いきましょうか。はい、俺ざっと秒かな、忘れた、うん、スネイルランプのマインディアステップ、ね、忘れちゃうんですよ。じゃあバンドの名前と歌の名前どっちがどうだったかって分かんなくなる。そうそう、ナマコカメ、ナマコカメしてたからで、あれ、スネイルが上だったから。じゃあ待って、さっきなんか漢字のやつが、あれ、さっき誰かがね、フグって書いてくるんです。ほら、葵さんだ。あ、こっちがフグ。海の豚がイルカ。ああ。え、なんでこうなったんだろう。な。だってフグって川じゃないよ。ラジオ局、近年沖縄旅はラジオ局もあると朝日の写真を撮り回るから。あ、いい。車中泊も行っちゃうね。でも車中泊、キャンピングカーは車中泊なのか問題。際どい。アナラピーバーナー、急に今車中泊問題してなかったですね。そう、あ、糸島行きましたよ、糸島。かき小屋行きました、かき小屋。あ、行きたい、ね、かき小屋本当に行きたい。鹿の島、鹿の島は金印が取れたところは行けなかった。ただ福岡タワーからギリ見えたかな。結構福岡攻めましたけどね。あ、トゥクトゥク旅、おお。いや、トゥクトゥク旅マジやりたいけど、高速走れるかっていう。俺トゥクトゥクは怖いのは、ダンプに踏まれたらイチコロっぽいなトゥクトゥク高速 OK って聞いた方が。 OK ですか、はい、あれ車じゃない。一応車なんですけど、ただ風がビュービュー、セットとかない、めっちゃ煽られる。僕の地元にトゥクトゥク屋さんありますよ。沖縄市ですか、はい、あ、柳川でね、うなぎね、昨日までいたんだ。第4波の予想、え、これも今第5波かもしれないけど、うん、もう何波か分かんないですよ、ね、カメハメハぐらい出しとくかじゃん。いや、やば僕はマカン工作法でじゃあ BGM しながら、はいはい、お願いします。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしてまいりました沖縄ツーリズムラボ、いよいよエンディングとなってまいりました、はい、3月あっという間だったね。早かったです ね、 ね、面白いね、福岡にいたよっていう方々もいますしね、糸島いいかもとかね、いろいろありがとうございます、うん、またぜひ来月から、はい、ね、いろいろと皆さん参加していただければなと思います、ぜひね、コロナに負けずまだまだ頑張りましょう、ね、お元気で体調に気をつけて、ね、ということで、じゃあまた4月の2日お会いしましょう。沖縄ツーリズムラボ研究員の伊藤と研究員ザトでした。ではまた来週、さようなら。本当に聞いたことない、これ聞いたことないですか。あ、まあでもそうですね。お疲れ様でした。
僕も中学高校とかだったと思うんで。ただその僕たち、モンパハイスターとかのちょっと前、はい、あちょっと後かな。そうそうそう、あの辺りですよね。ハードコアとかメロコアとか、はい、もうあーってならないから本当にわかんないんだ。そうそう、実際言うなら急に来る。それ何ですか。つい今日朝5時から起きてる。ああ、そっか、逆にハイテンションなの。そう、お疲れ様でした。キャンさんが数入ってきたら受け出す。で絶対キャンさんしかいないだろうと思って上見たからキャンさんだしと。ありがとうございました。大丈夫ですか。お疲れ様でした。お疲れ様です。また来週。本当に沖縄半袖だもん。あ、で、ちょっと嘘、私コート着てる、ジャケット。もうちょっとだ、冷え性だ。あ、そう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 、体の芯から冷え性なんで。夜は少し肌寒いですからね。うん、オールバーってわからんもんな。こっちはこっちはもう爆笑上手だけど、オールバーは絶対わかんないと思う。なんかな、小学校の時に同級生が中国語も言ってたんですよ。やばい、ハイスタンダードすげえ。なんて言ってたっけな。すげえ、